T20-80 戦車、または T95 戦車駆逐車と呼ばれる。この車両は第二次世界大戦中にアメリカ陸軍向けに設計された試作重戦車である。その構造は旋回砲塔を持たず通常の戦車というよりはドイツの駆逐戦車に近い。日本語訳としてはスーパーヘビータンクを直訳した超重戦車ガンモーターキャリッジを意訳した。 戦車駆逐車といった語が当てられる場合もある。T28 はマウスのようなドイツ軍重戦車への対抗として設計され、また重防御されたドイツ軍のジークフリート戦に対する攻撃をもきとして準備されていた。1944年3月に T28 の故障が与えられた本社はヨーロッパ戦線における最後の一押しのために開発されたものだった。しかし、 設計案がまとまった頃にはドイツが降伏、さらに太平洋戦争終結により、当初の計画では試作型5両と25両の量産型が製造されるはずであったが、試作型2両に減らされた。T28 は、砲塔を装備せず、主兵装を収めるケースメイト方式の戦闘室を構築しており、それは自走砲そのものであった。 そこで、本社は1945年2月7日に T95 戦車駆逐車へ解消された。しかし1946年6月、この車両は再び T28 へと解消された。この経緯には、本社の性格に関する議論があったが、本社の実質は、戦車ではなく戦車駆逐車。より正確に言うならば、ドイツ軍における駆逐戦車の様式に操縦戦車駆逐車であり、 ドイツ軍従戦車と戦うことを意図していた。製造された2両は1947年までアバディーン製の大試験場及びフォートノックスの施設で審査を受けた。1947年 T28 のうち1両がユマ試験場において試験走行中にエンジン火災を起こし重大な損傷を受けて廃棄された。もう1両の T28 は解体された後に スクラップとして売られることが報告された。T28 が配備されることは全くなかった。なぜなら T28 の開発と審査は、砲塔装備の重戦車設計である T29 重戦車と T30 重戦車に追い越されたからである。T29 は本車と同口径の方を装備し、T30 はより大口径の方とさらに強力なエンジンを、 搭載して開発されていた。このため T28 の開発計画は1947年10月に中止された。車体後方に装着された外側の走行装置の脱着作業用のホイスト T28 はパシフィックカーファウンドリー車によって設計製造された。機械的な構造は T23 中戦車から流用された。 総重量は装備品を完全に積み込んだ場合95メートルトンに達した。この重量を運用するため4本の履帯を採用し、それぞれの幅は328ミリメートルであった。外側のサイドスカートとサスペンション及び履帯は鉄道輸送を容易にするために取り外すことができた。これらはサイドスカートが内向きになるように合わせて固定され、牽引することができた。 本社のフォードガフ V8 ガソリンエンジンは車重に対して非力であり、最高速度はわずか時速 13km で、障害物の起こし能力は非常に制限されたものであり、また当時利用できたどのような仮説橋も渡ることができなかった。以上のことから、実戦で用いるのは非現実的であり、量産するにふさわしくないものと判断された。T28 は、 従来の米軍戦車駆逐車のように砲塔を持たず、代わりにケースメート式の戦闘室を採用し、車高は比較的低く抑えられていた。本車の主兵装は T5E105mm 砲であり、これを車体正面上部の球形に成形された棒立てに装備した。この砲は分離薬卿式の T32 鉄鋼弾を使用した場合、方向初速3000フィート秒。 射距離1000ヤードで135ミ、mm、リメートル、2000ヤードで119ミ、mm、リメートルで、傾斜角30度の筋質圧演奏乾板を貫徹可能であった。砲の旋回は右方向に10度、左方向に11度に限定された。また、不行はプラス19.5度からマイナス5度であった。走行時、手法は最大行角で固定された。手法は、方向所速が 秒速線130メートルに達し、最大射程は19キロメートルであった。手法のほか、50口径ブローニング M20 機関銃を、車長用ハッチ紙型のリングマウントに装備していた。本社の車体全部上側の厚みは、最大12インチに達しており、同時代の他の走行戦闘車両と比較して、非常に厚かった。これは、 戦車砲及び対戦車砲に用いられたドイツ軍の 88mm 砲に対する防御として十分重装甲であったと考えられた。車体正面下部は5.25インチ圧、また側面は2.5インチ圧であった。喧嘩装置と車体下部は4インチ圧の構成のサイドスカートでカバーされていた。イギリスのトータスへ突撃戦車は アメリカの T28 と同様の目的のために開発された。トータスは9 6ト、mm、ル砲を持つ自長79トンの巨大な車両で第二次世界大戦終了当時に6両が生産されていた。1974年、バージニア州のフォートベルボアでバックフィールドに放棄された状態の試作車両が発見された。 この車両がどこで27年間を過ごしたかについては知られていない。本社は T28 の唯一の残存例であり、ケンタッキー州法とノックスのパットン戦車博物館で展示されていた。2011年、陸軍気候学校のジョージア州、法とベニングへの移転に伴い、本社を含む多くの展示車両もパットン博物館からジョージア州、コロンバスに移動している。 ガールズパンツター劇場版大学選抜チームの使用車両として遊園地や土地での戦闘に登場する。RUSE アメリカの超重戦車として T95 が登場。トイ・ソルジャーズ、コールド・ウォー・ DLC マップである悪の帝国のステージ3ボス、スーパー戦車として登場。衛星反射レーザーやファランクス、ロケット弾発射装置など、かなりの改造が施されている。 ウォーサンダー、アメリカ陸軍の駆逐戦車として T28 と T95 が登場。ワールドオブタンクス、アメリカ駆逐戦車 T95 として開発可能。また、外側の履体のない初期案を T28 として、砲塔装備の最小期案を T28 プロトタイプとして開発可能。さらに動く初期の設計案が T28 コンセプトとして実装されている。 コンバットチョロ級アリーナのボスクラスの7番目に登場。バトルフィールド1942シークレットウェポン。米軍の追加重戦車として T95 が登場する。ありがとうございます。